はい、それではお待たせいたしました。7月18日、エディオンアリーナ大阪にて開催されます、サイゲームスプレゼンツライズワールドシリーズ2020、こちらのデッドアライブトーナメントアンダー53キロトーナメント1回戦に出場します。石井一生選手の公開練習を始めたいと思います。内容ですが、まず、2ラウンドとなります。まずシャドウ、そしてその後ミット打ちという形になりますので、お願いいたします。それでは石井選手、まずシャドウからお願いいたします。はい、お願いします。
はい、こちらです。ありがとうございます。それではこの後インタビューに移ります。少々お待ちください。はい、それではお待たせしました、石井先生氏のインタビューを、始めたいと思います。お願いします。ではご質問お願いします。お願いします。お願いします。まず今着てる T シャツのチートが目についたんですけども、はいやっぱり今あれですか、ちょうど減量の時期でチートデーってものすごく大事にしてる感じなんですか？いや、そんなこと特にないです。体重はもう余裕すぎるんで、まだ普通に食べてやってますまだ普通に食べてやっていけるような感じなんですか？普通に食べて普通に練習して、もうあとちょっとなんで全然大丈夫です。はい、決戦の日までも1週間切りましたけども、はい、もう調整はほぼ終わってる感じですか？このあと最後、最終追い込みして終わる感じです。どうですか今回の出来は？出来は多分すごいいいんですけど、久しぶりにこのルールなんで、油断だけは絶対しないように、まあ、調子いいですけど、落ち着いて戦えるように意識してやってます。はい、ね、本当にあれですね、大崎兄弟もね、4回目ってことをかなり、はい、和樹選手の方もかなり強調して前回のインタビューで言ってたんですけども、はい、どうですか、はい、石井選手の方は4回目っていうの。まあ、最後に勝って終わってるんで、まあ、向こうはまだ1回も勝ってないからすごい意識してるんですけど、まあ、僕は1回戦本当通過点なので、まだ、まあ、もう1回勝って本当に優勝しに行きます。はい、だから今回もね、大崎選手の方はもうライズのチャンピオンになって、まあ、今回ルールがライズルールっていう部分では前回も聞いたと思いますけど、どうですかその辺の方は。どうですかね、まあ、ノックアウトやった時も、まあ、首もありましたけど結構打ち合いの場面が多かったんで、まあ、なんていうかな、出す種類とか肘とか膝組む場面とか少なくなるんですけど、まあ、元々打ち合う選手なんで僕も、まあ、打ち合って勝ちたいなと思ってます。でしたら来日という舞台でもさほど通常の石井選手の戦い方とそんなに変わらないというイメージを持っていい感じになりますかね？そうですね、はい、まあまあスタイルは変わらないと思います。はい、現時点で、まあ、赤瀬の範囲内で構わないんですけども、どんな勝つイメージ、倒すイメージってのを持ってるんですか？なんですかね、なんかもう今本当に打ち合うことしか想像してないです打ち合って、まあ、勝てれば、はい、大崎さんの方のインタビューというのはご覧になりました？いや、見てないです。ちょっとなんかちょっと映像を見せてもらったんですけど、そんな見てないですね。はい、あ、じゃあ特別その発言に関して意識して耳をダンクして聞いてみたとか、そういうのは全然ないですね。なんか倒すかなんか言ってたのは見ましたけど、はい、で早いランで倒すかなって、それだけ見たんですけど、まあまあまあそれはどっちも同じ気持ちなんで近くなった距離での攻防になったら首相撲がない分だけ僕の方が上っていう発言はしてたんですけども、それはどうですか？そうなんですか、まあ首相撲がなくても打ち勝ちます。はいかなり自信はありますね。そうですね、自信あります。はい、でしたらあれですか、今回自分の試合だけじゃなくて他の1回戦の試合にもこう、はい、目くばせずこう見たいなっていうような感じもありますか？でもその準決勝を当たる志郎選手と高台選手の試合は気になります。はい、今のところ予想としてはどういうふうに見ますか、志郎対高台は？なんか白選手が勝つってみんな結構言ってるんですけど、高台選手が行きそうな感じもするんで、まあ、そこは、まあ、あんま意識してないですけど、まあ、どっちが来てもいいなと思ってやってます。はい、そこまで、まあ、どっちやろうな、まあ、やりたいのは白選手ですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他ご質問ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。今井君、手塚と申します。よろしくお願いしま す。はい、一応今回の、はい、トーナメント全体を見回させていただいたときに、はい、先ほどございましたその大崎選手と、はい、あとワンドコロ選手で、あと志郎選手とはこの間、はい、エキシビジョンから出てくるので、はい、今年は合わせた相手が、はい、3人参戦しているというトーナメントになりました。はい、そのメンバーの顔ぶれを見て、はい、思うところが何かございますか。どう思ったかですか。あ、そうですか。はい、まあでも、ワンドコロ選手も大瀬選手もやって、結構立ってるんで、まあ、その間、勝ち続けた大瀬選手と、まあ、ワンドコロ選手も結果残して、この前ベルトも取ってますし、で、まあ、各チャンピオンなので、本当に一番を決めるにふさわしい、本当にすごいトーナメントが、開催されたなっていう、その中に僕も選んでいただいて、そこはすごい光栄です。はい、先ほど の大崎選手とは、まあ、この4度目ということになりましたが、はい、最後に大崎選手と戦ったのが、はい、18年10月になります。12月、はい、まあ、2年半の時間が経っての再戦ということになりますが、はい、この2年半の間で、はい、ご自身はどこがどれぐらい変わったかっていう、なんか実感のようなものってございますか。何やろうな何が変わった。まあでももう本当に、ちゃんと、まあ、ずっと勝ち続けてますし、何が変わった。まあでも試合も多分面白くなったんじゃないですかね。もう激しくなったし、もっともっとチャンピオンとしてっていう自覚が生まれたんで、まあ、チャンピオンとしての試合を、だからそんなに外れな試合も僕の試合ないと思うんで、めちゃくちゃ面白い試合になると思います、これからも。はい、この期間の間に、はい、藤井選手はその日本国内のベルトや世界のベルトを何点も獲得されてますか。はい、この獲得してきたベルトっていうのはご自身の自信にはつながってますか。そうですね、自信になりますね。やっぱりベルトっていうのは、はい、格闘家みんなが目指しているものなので、それを、持ってるっていうのはやっぱりすごい自信になります。はい、ありがとうございます。はい、はい、で今回がライズへの、はい、正式な参戦としては初めてという形に、そうですね、はい、なりますが、はい、もともと、2020年の3月、4月に、はい、シュートボクシングの川上選手と、そうですね、はい、やる予定だったということで、はい、あちらが、まあ、コロナの影響で試合が流れてしまいましたが、はい、あそこからこう 1年ちょっとの時間が経っての、はい、改めての参戦ということになりましたが、はい、その期間がずれたということに関しては、はい、ご自身のプラスの材料というのは何かございますか。なんか試合がなくなって、正直ライズさんで試合する目処は立ってなくて、だからまた明大の方に行くのかなっていう、自分自身そういうプランを立てたん でその時にまた声がかかって、こういう トーナメントしようと思って、でその日程とかも決まってなかったんで、まあ、やっと、まあ、それまではもう明大の試合で勝ち続けることしか考えてなくて、で決まった時に自分自身すごい面白いなっていう、もうワクワクしたんで、まあ、プラスってモチベーションは、まあ、ずれたのは嫌でしたけど、早くライズにも出たかったんで、まあ結果こういうトーナメント、でかい大会のもう一発目でチャンピオンとやれたんで、それはまあプラスなんじゃないですかね。はい、やれるんで、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ございますか。はい、そう、はい、熊久保さんお願いします。記者会見の時にですね、はい、誰と戦いたいかな、はい、決勝戦ですね、誰と戦いたいかの話の時に、はい、志郎選手の名前が上がったのかと思いますが、はい、そこでこの野郎って言ってもらったんですよ。あ、みんな志郎選手って言ったからですか。あ、
まあまあ多分みんな天心君とやってるからみんなそうなんだろうなっていう印象です。まあでも、まあ、この野郎っていう感覚はなかったですけど、なるほどっていう、なんか違う意味でちょっと熱くなりました。なんか冷静に熱くなりました。そういう声がありますね、はい、そのいや自分の方が小選手の上なんだと、はい、いうのを証明していきたいという感じですか。あ、もちろんあります。もう、まあ、準決当たるんであれば四郎選手も倒しに行きます。浜田選手、はい、このトーナメントで優勝したら、はい、塚原天心選手、はい、直接、はい、あと浜田選手が言われてるんですけど、はい、石井選手はそういう気持ちがありますか。ありますね、もちろんあります。優勝しないと言えないと思うんで、そこは優勝してちゃんと言おうかなと思って、はい、今回のトーナメントというのは、はい、石井選手とどんな意味のあるコミュニケーションするところとしてどういうふうになってますか。まあ、あのトーナメント8人すごいチャンピオンの方で、なんていうかな、あの今まだ誰が一番か分からなくて並んでる状態で、やっぱりこう一番になることでそこからさらに次のステップに行けるんですよ。今のみんなチャンピオンも多分すごい場所にいると思うんですけど、他の7人もで、さらにその人たち抜けて1個上がって、それこそさっき言った那須川天心選手とやれる可能性もありますし、まあ、あのこのトーナメント優勝すると本当にすごいことなんで、あのいろんなメディアも、あの試合のオファーもたくさん来ると思うんで、そこの中で、まあ、1つ2つぐらい、まあ、頭が抜けるんじゃないかな、その同じ階級のみんなと違うまたステージに行けるんじゃないかなって、なんか僕はそこを目指してやってます。はい、あとはライズルールに関してなんですけども、はい、このライズルールの対応というのは、はい、いつぐらいから始めて、はい、で今どれぐらいの完成度だったんですか。もう本当に4月メータルールで試合したばっかなんで、それ終わって徐々に始めて、まあ、完成度はもう完璧ですね。はい、だいぶいろんな先生と調整していろんな策を練ってもらって、はい、動きも変えて、なんでもうほぼ完成に近いです、はい。まあ、あとはなんか伊豆の方ですか。はい、合宿さんとは。あ、静岡です。はい、はい、静岡。はい、あれ大丈夫だったんですか、災害。あ、そのちょうど帰る時らへんに雨がすごいひどくなって、で帰って次の日か2日後ぐらいに土砂災害がありました。はい、確か。はい、ちょうど。合宿はどんなことを目的にやったんですか。そうですね、もう本当に追い込みですね。もう朝の8時9時からやって、夜のまた8時9時までやるんで、もう本当に、まあ、メンタル的な部分もありますし、走り込んでミットやって、サーキットやってとか、もうずっとそれを繰り返して毎日やったんで、まあ本当追い込みって感じですね。はい、で技を教えてもらったり、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では最後に石井選手の方から最後にファンの皆様に一言お願いします。皆さんこんにちは、石井生です。試合まであと残り6日となりました。仕上がりはもうバッチリで、まあ、あのライズルールで大丈夫かっていう声もあるんですけど、まあ、しっかり1回戦チャンピオン倒したかって、決勝、準決決勝絶対に、誰が相手でも優勝しに行くんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では以上で石井選手の公開練習並びにインタビューを終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。